こんにちは。オートマタ作家の原田和明です。原田めぐみです。ワールドウッドデー2022、今年のテーマはトリーフォーク。ということで、木で簡単に作れる楽しいおもちゃを作りました。みんなも作って遊んでみてね。このゲームはカラフルボール投げ。カラフルなボールを投げて、同じ色の穴に入ったら1点になります。それでは早速ゲームスタート。じゃあ紫から投げます。紫に入れ。おお、やったー。1点。よし、青オレンジに入れ。おー、やったー。2点。よし、赤。おー、紫面白い。ではこれで入ったらパーフェクト。黄色入れ。おーと、2対0、勝ちました。今度はジャグリングボール投げ。ジャグリングのボールを的に投げて高得点を目指すゲームです。おー、50点。次私投げます。おー、すごい。うわあ、勝ち。次はバケツ玉入れ。ボールをバケツの中に投げ込んで、何球バケツの中に入るかというゲームです。では僕がやります。惜しい。0点。0。おー、1対0、めぐみさんの勝利。こちらはですね、壁当て玉入れ。ボールを投げて、一旦この壁に当てて、その中に入れば1点。チャンスは3回ずつ。それではゲームスタート。よし。やったー。今度は輪投げです。輪を投げて入ったところがポイントになります。2点、5点、8点で、列が揃うと30点、ボーナス30点。縦でも横でも斜めでも30点になります。それではチャンスは僕の方からやってみます。だいたい2メートル。1、2。よし、行きます。まずここに入ってくれ。おー、ここに入った。次はじゃあ1、9。うまい。あー、9。あー、ここに入った。9、よし。35。35、すごい。35、次は8。おー、2。65。6。あ、でもすごい。65で、やった。65。これはなかなか。じゃあ、1、2、
点。お、11点。おお、30点、65対30、僕の勝ちました。ありがとう。それでは最後に紹介するのはエアサッカー。うちわで仰いでボールを相手のコーナーに落とすと1点入ります。3点先に取った方が勝ちということで、ゲームスタート。よーし、よーい、スタート。ほっ、おっ、やっ、うん、1対0。よーい、スタート。1対1。よーい、スタート。よれよれ。2対1。よーい、スタート。気合いだ。2対2。2対2。よーよーい、スタート。ゴー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 ゴ
くたワールドウッドデーの今年のテーマ Please for good をテーマにしたゲームの数々楽しんでいただけましたでしょうか。皆さんも木のゲームでグッドなタイムを過ごしてほしいと思います。また世界のどこかで皆さんと一緒に遊べる日を楽しみにしています。それではウッドイズグッド、ありがとうございました。 Thank you. Thank you. バイバイ。